トカノーマは日本のジャムバンドである。2008年東京で結成。風景が見えてくるようなメロディーを特徴としつつも、インストゥルメンタルのダンスミュージックを基調とする。ジャズやファンク、ラテン、ハウス、テクノ等の様々なジャンルに影響された楽曲を発表している。メンバー曰く流通の事情でジャズコーナーに分類されているが、曲のジャンルは全く考えて作っていない。 僕らもよくわからないので聞く人が決めてくださいとのこと。メロコは育ちであり、ライブでの演奏はエモーショナルでありながら、ダンスミュージック。メンバー全員、平日はフルタイムで社会人をしており、土日にライブ活動や練習をしている。ベースの矢向きは、三鷹にて、エスニック料理店、キッチンコンロを経営。ジャケットやグッズ、アーティスト写真は、アートディレクター。 グラフィックデザイナーでもあるメンバーの石橋及び清水によるデザイン。バンド名の由来は特にない。床の間、床の間とご記されることがよくある。セカンドラバー自主制作版、廃盤セカンドラバービーバー。ありがとうございます。